お待たせいたしました。市民球場です。読売ジャイアンツ対千葉ロッテマリーンズ、この試合の模様をお送りいたします。ジャイアンツの先発はルーキーの山田、対するマリーンズの先発は右の種市。この両投手の先発が発表されています。さあ、間もなく試合開始となります。ジャイアンツピッチャーを変えてきました。山田降板、左の山本今日2人目のピッチャーとして登板です。どういった立ち上がりを見せるか。マリーンズリードで迎える7回です。バッター井上、第9球投げました。インローギリギリいっぱい、ストライク。まずは決めてきました。投げました。ストレートはボール。外へ。第3球を投げました。決まった、ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。投げた、低めボール。第5球投げた、ボール。さあ、ラストボール投げた、打った、痛烈な当たり、ライナー破った。井上ナイスバッティングです。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。マリーンズダイソーを起用します。小川一塁に入りました。バッターは6番平沢、今日はライトフライト、三振。投げた、あっとショーフライになった、ファールボール。1球目ファールから第2球、顔の前通過。第3球を投げた、あっとショーフライになった、ファースト取ってベースカバーに入る、一塁はアウト、ランナー二塁に進みました。ワンアウトランナー二塁に変わります。まっすぐ見送ってストライク。第2球打った、ショートライナー真正面、これでツーアウト、ランナーは二塁変わりません。第9球投げました、見送ってストライク。投球これから2球目、変化球ストライク、アウトローへ、これで追い込みました。第3球を投げました、ボール。さあ4球目、145キロ直球、空振り三振。山本辛くも後続を三振に切って取りました。7回の表が終わって1対0です。さよなら勝ち、ジャイアンツ見事勝利です。本日の試合はジャイアンツが勝ちました。勝利投手花田、敗戦投手広畑でございます。見事な勝利、チームジャイアンツ。さて、本日のヒーローたちのインタビューが間もなく行われます。本当に今日は2人とも大活躍でした。